やらないと損っていうぐらいの、ね、ものなんで、これはね僕は強くおすすめします。はい、どうもこんにちは、キです。今回もねポケモンスカーレットバイオレットをやっていきたいと思います。で、本日がですね12月1日ということで、いよいよ明日に、アップデートがね、あると。12月2日にでバージョン 1.1.0 に、なるということで、その時にねランクバトルが、ついに解禁されるということで、随分話題になってるんですが、まあ、このランクバトルはね、オンラインのね、あれを購入しないといけないっていうのがあるんですが、まあ、その時にねいろいろ修正も入ったりすると思います。でその時にね今まで結構悩まされてきた進行不能バグとかね、テラレイドバトルでもねなんか相手のHP が急に回復したりとか、皆さんもね、経験したと思いますけども、そういうのがね、いろいろ軽減されるんじゃないかなと、バグがねなくなるんじゃないかなと思うんですけども、その中でもねやっぱりなくなってしまうバグで僕たちにとって有利なバグもね、なくなってしまう可能性が高いので、今回はですね、皆さんが、知っている中でね、今回のアップデートでなくなってしまう可能性のね、高いものを、2つね紹介していきたいと思います。で、1つはですねこれちょっと賛否両論分かれるので言っておきますが、増殖バグですね、アイテム増殖バグ。僕も2本動画で、紹介しましたが、あれはですねもう結構最強のバグで、かなりねゲームバランスを変えてしまいかねない、バグということで、まあねやり方は説明してあるんですが、ちょっとね、今回のアップデートで多分、修正されるんじゃないかなと思います。あれぐらいえげつないバグはねやっぱり自分の好きなものをなんぼでも増やせるということで、かなり えげつないバグなんで、やっぱりね、まあやってみたいなという方はね、まあもう今のうちにやらないと間に合わないという感じですね。あれもうアップデート来て、パッチされてしまったら、修正されてしまったらもう二度とできないですね。まああとはこのバージョンアップをわざとさせないで、アップデートさせないで、まあ放置しておくというままだったらできるんですけども、結構ねめんどくさいということで、ああいうのはね今のうちにやっておく必要があると思います。で2つ目なんですけども、こちらがですね結構おすすめというか、もう絶対やった方がいいなというのがありまして、スカーレットのね人限定なんですが、羽ばたく神というねエリアゼロ限定のポケモンがいるんですが、これもね僕動画で紹介したんですけどもね、色違いか、色違いを確実にね 100% 出す方法というのがありまして、それをね今回絶対やっといた方がいいと思います。はい、でまだね、まだ動画見たことない人はぜひそちらを見てね、細かいやり方確認してもらいたいんですが、多分ねまだ修正入ってないと思うんですよね。でですねその羽ばたく神の色違いだけ、出してくれるっていうね、まあバグですけども、今回のアップデートで修正されない可能性もまあなきにしもあらずっていうか、まあもしかしたら修正されへんかもしれないんですけども、まあ、なんせねスカーレット限定ということで、バイオレットの人がねなんだよそれせこいじゃねえかみたいな感じにね、なっちゃうんですよねやっぱり。なので結構ね修正される可能性も高いんじゃないかなとか思ったりしてるんですよね今回は。なのでまあこれはちょっと修正されへんやろっていうね、甘く見るんじゃなくて、本当に今のうちにね急いでやった方がいいと思います。まだねスカーレットの人は間に合うので絶対にやっておいた方がいいと思います。やっぱ色違いはね、何匹持ってても損しないんでね、絶対にやった方がいいと思います。で、せっかくなんでね今回はその羽ばたく神のまあ、バグというかね、まだできるかどうかもやってみますけども、きっとねできると思います。で今後ですね、アップデートが来てしまうと、このようにですね、まあもう好きなだけ色違いをね、ボン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 出せるバグっていうのがおそらくなくなると思うんですよねこのゲーム上で。
なので、迷ってる方はね、絶対にやるべきバグだと思います。でこのバグのすごいところはね、放置したまま色違いがどんどん捕まえられるっていうとこなんですよね。ちょっとめんどくさいのが、秘伝スパイスがねいるとこなんですけども、もうその点さえ除けばね、本当に動かずに色違いがね向こうからどんどんこっちに向かってきてくれるっていうとんでもないバグなんですよね。でこういうバグが今後絶対、出ることはね絶対ないと思うんでね、ほらこんな感じで、放置してるだけでね、こうやってもう必ずね絶対色違いが出てくるっていうね、もう普通に改めて考えるとねとんでもないですよねこれ。僕がだってバイオレットを買ってる人やったら、わざわざねこれスカーレット買いたくなりますもんね。バイオレット持ってても、このバグがあるっていうだけでね、わざわざ多分買うと思いますよ僕。だからねこのスカーレット持ってる人は絶対にこのチャンスを無駄にしない方がいいと思います。でこんな感じでね、さっき放置してこれももう 2,3 分で出てきたわけですけども、これが永遠に続いていくっていうね、とんでもないんですよね。もう改めて考えるとね、ほらだってもう2匹目もいますもんね。さっき捕まえたばっかりやのにもう出てきましたよこの子。でこれね、このためだけに時間使ったら普通に10匹とか20匹とか余裕で色違いだけ捕まえると思うんですよね。で交換とかやればもうあれですよ、こっちは色違い持ってるんで向こうのね、レアなポケモンと交換できるっていうね可能性が高いということなんで、まあ、スカーレットの人はだいぶ恩恵がねあると思います。しかもこの羽ばたく神ね、めっちゃ強いんですよ。対戦とかでも普通にめっちゃ強いんよ。ほらこんな感じで2体目スッと捕まえれる。はい、ということでね、ちょっと増殖バグの方は、まあ、成功はするんですが、かなりね、まあ、バグというか、成功した後にバグが発生したりする可能性があるので、ちょっとあれは怖いんですけども、この羽ばたく神のね、色違いは本当に、まあ、仕様に近いバグなんで、これはほんまにやらないと損っていうぐらいのね、ものなんで、これはね、僕は強くおすすめします。なのでスカーレットの方はねぜひ、やってみてくださいというか、もう絶対やらないとねもったいないです。はい、でもうこれが終わるのも明日のもう朝なんでね、はい、なので、ぜひねやることを強くおすすめします。はい、まあまたねアップデートが来てからもいろいろねまたいろいろ情報があると思うので、そちらもね、追ってまたまあ、速報という形でね動画にして出したいと思います。またね、いろいろイベントが来ると思うんでね、僕もね楽しみです。はい、なので、ぜひね、皆さんもポケモンスカーレットバイオレットを楽しんでください。はい、ではね、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。またね、いろいろ動画を出していくので、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made by myself.